はい、ということで今日は厚木店の車をちょっと見にやってまいりました。皆さんお待ちかね、ででん、シルビアのモナリザ仕様でございますね。いいですね、派手で。なかなかね、ここまでレプリカ仕様の車って少ないので、まあいい悪いっていうね、賛否は多分出るとは思うんですけれど、車としてね、まずどうなのか、ここをちょっとチェックしたいと思います。モナリザ仕様、なんでモナリザなの、知ってる方の方が多いとは思いますけれども、このモナリザ仕様っていうのが、まあ、ハリウッド映画のね、ワイルドスピード、東京ドリフト第3部作ですかね、日本で、撮影も行われて、まあ、ドリフトをメインとした、映画ですね、ハリウッド映画の中で使われたシルビアのレプリカモデル、その時の劇中のセリフ、モナリザって知ってるかいと、シルビアはドリフト界のモナリザって言われてるんだぜっていうのが、元になってるモナリザ号みたいなね、形だったんじゃないかなと、まあ、ちょっとだいぶ前に見たんでね、忘れましたけど、まあ、そのカラーリングを模しているっていうことですね。で、劇中の、ものとちょっと違うのはワイドボディになってます。劇中のはワイドになってなかったですからね。これはオーバーフェンダー、ブリスターフェンダーで、ワイドボディ化になってます。さらにグレードアップしちゃってますね。でもう1点ですね、まあ、劇中ではね RB26 を飛んでいますという設定でしたが、さすがにそこまではちょっと真似しきれてないですよね。まあ、ルックスをねモナリザカラーにしております。これね、すごく人気があって、ミニカーとかにもなってますよね。なかなかド派手でいいんじゃないでしょうか。まずはね、外装、手直し必要かどうかっていうのも含めて外装をチェックしていきます。前回りすごく綺麗ですね。まあ何ら、まあ、フェンダーの割れとかね、よくあるチリのところがずれてたりとかっていうのもなく、これ FRP ですよね、 FRP フェンダー、すごく綺麗なんじゃないでしょうか。まあ、フロントのね、まあ、下側とかも綺麗ですよね。もっとね、これだけ派手な車なんで結構気づいてんのかな、実際にちょっとボロさは出てんのかなと思ったんですけど、すごく綺麗な状態ですね。すごく綺麗な状態で、色もねなんかきちんとやってる。あ、すごいな、その一回一回塗ったんだね。なかなかこんな塗り分けちょっと面倒ですよね。1色2色3色4色使ってますからね。5色か、純正の、これ純正の色かな、顔面タブレでこんだけ塗り分けるってなかなかですよね。でボンネットには、ステッカー、ね、確か劇中もシーウエスト仕様でしたよね。まあ、唯一前回りで言えばね、ちょっとヘッドライトがやっぱり基板で曇ってきてるかなっていうのはあるので、まあ、そこは磨きとかね、車外のヘッドライトっていうのも視野に入れてるといいのかなっていう気はしますね。でちょっと横も見ていきます。まあ、横もね同じように車自体傷とかはやっぱりないですよね。傷へこみは全然ないですね。すごく綺麗な状態なんじゃないでしょうか。あ、ちょっとサイドステップがねちょっと剥がれてるかな。まあ、これはちょっとボンドで止めるか両面で止めるか、まあ、FRP 製のねものなんで、まあ、どうしても車によって若干ここはネジ止めになってるんでね、グッと止めるとちょっと浮いちゃうっていうのがねあるのかな。こっちがワイドのね、これも FRP のやつなんで若干ねちょっと無理が出てるかなっていうのはありますね。まあでも傷とかは、横はね全然傷とかはないですね。後ろ、まあこの辺とかもね塵も綺麗に収まってますし、走ってるとやっぱこの辺なんかね真っ白になったりするんですけど、全然そういう塗装の欠けもないですよね。車自体は傷へこみが全然ないですね。綺麗な状態ですね。まあ、塗ってはいるのでね、塗ってる感、まあ、こういうね縁なんかに塗装が乗ってるっていうのはね塗ってる感は若干はありますけれど、まあ傷へこみ、要は今から手をかけて直さないといけないとかそういうのはないですね。まあ、ルックスは手直し必要ないと思います。でアルミホイール、まあ、ボルクの18インチですね。225フロント2254018、タイヤの山はねでも5分以上6分ぐらいは残ってそうですね。まあ、片べりとかもしてなさそうなので、まあ、車自体はそんなになんか走ってた感はないですよね。リアもガリ傷、あ、ガリ傷がちょっとね運転席側10センチ15センチ20センチぐらいあるか、少し、まあでもそんなに目立ちはしないですね。山は同じように、まあ、5分6分は残ってそうですね。でサイズの方が、こっちの方が太いかな。255だ、ごめんなさい、255の3518、255の3518ですね。リア、ルックス見た目は全然いいんじゃないですかね。ヘッドライトさえ綺麗に磨いてしまえば価値はかなりあるんじゃないでしょうか。ね、ちょっと修復歴、この辺りちょっと見ていきます。シルビア年数経過してるんでね。はい、こちら、エンジンルームですね。まずボディの修復歴の有無ですね、チェックしていきます。ボンネットネジは一切回ってないですね。シルビアストラット周り、やっぱりこの辺からね錆がこう発生しやすい車なんですけど、そういうのも全然ないですね。フェンダーはねワイドフェンダー入ってるので、ネジは回ってるんですけれども、まあ、前回り、これはコアサポートですね。まあ、前回りのこういった溶接は純正溶接ですし、まあ、よく見るチェックポイントとしてね、このストライカーキャッチの部分ですね。ボンネットのキャッチのネジなんか、まあ、事故してる車とかって必ず回ってたりとか。まあそもそもこの辺のネジが回ってると前当たってるんじゃないかなって見るんですけど、全然回ってないんですよ。前回りのネジが回ってないっていうのは、まあ、直した手が入った形跡がないっていうことになりますよね。でね、クロスメンバーのね、クロスメンバー、まあこの辺ですよね。この辺の溶接も純正のままで変えた形跡ない。これがサイドメンバーですね。サイドメンバーとの接合も全然問題なさそうですね。助手席側の方もストラット周り全然錆びてないですね。あ、若干これが1センチぐらい、まあなんかこすったら消えるぐらいな、錆び始めが少し、まあ、もう本当に爪と同じぐらいのものぐらいで、あとはやっぱり綺麗ですね。うん、前回りはすごく綺麗です。ちょっと横もね、日産車はねアウィーナのステップのねカバーとかすごく外しやすいので見やすいっていうのはありますよね。ちょっと外して、ステップの内側ですね。ここが溶接フロアとの合わせ目の溶接になるんですけど、まあ何らか大きく何か手を加えたっていうのはなく、純正のまんまですね。ステップも、ここだけね、まあ、多分昔違うサイドステップをつけてて、それの穴ポコだけがちょっと開いてるので、まあこの辺はなんかねシールとか埋めとくとかやっといてもらってもいいかもしれないですね。ところね、ちょっとしたところからやっぱり錆びちゃったりとかっていうのはあるので、まあ、やっといてもらえばいいかな。ここまでですね。で、ワイドブリスターフェンダー、多分ここから貼り付けてるタイプですかね。こっちは純正で、ここからブリスターのカバーみたいな形でグッとこう張り出される感じで、中側はどうなってるのかな。ああ、処理もきっちりしてありますね。フェンダーカットして、当たらないように、まあ二重になってるようなことはないですね。処理もきちんとしてあります。後ろトランク内ですね。あちこちぶつけてる車が多いんですけど、お、綺麗だな、これ。綺麗だ。なんか久しぶりに綺麗なシルビアのトランク内を見たような気がします。まあ、スペアタイヤもね、なんか使った後はなさそうな感じで綺麗ですね。まあ雨漏れももちろんないですしね。この内側の溶接なんかもなんか手加わった後は全然ないんで、すごくボディ自体は綺麗な車ですね。まあ、錆も全然ないですもんね。錆も全然ないですよね。綺麗だ。ボディの状態すごいいいですね。バックパネルの曲がりとかはどうかな。下回りも綺麗ですよね。はい、じゃあちょっと内装も見ていきます。内装もパッと見は比較的綺麗ですね。運転席はスパルコのバケットシート、助手席は純正ですね。でナビゲーションにモモのハンドル、ちょっと乗り込んでみます。よいしょ。走行距離がおっと37,552キロ、少ないですね。ちょっとエンジンかけてみます。まあ、距離少ないんでね、これちょっとなんか乗り跡みたいのがついてますけど、まあ、割れたりとかそういうのはダッシュもないですね。ちょっとエアコンもチェックします。エアコンオート18ですね今。冷たいのがちゃんとがっちり出ますね。バッチリですね。大丈夫です。で、アルミのシフトノブに、これ新品かな、シフトブーツ、あ、そうか。この辺はね、なんかダミーのメーターがついてて全部純正に戻したって言ってましたね。で、ナビゲーションで、これがなんか加工したボックスですね。加工のボックス。それから ETC が入ってます。スパルコのねフルバケなんですけど、サイド止めじゃないんでちょっと腰が高いですね。これちょっと気になるかな。あとはアンダーコートを剥がしてありますね。助手席がついてます。運転席右半分だけついてないのかな。なんでこんなことになってるんだろうね。うん、そうですね。こっちは鉄板むき出し、運転席側は鉄板むき出し、助手席側はカーペット付き、こっちは鉄板むき出し、こっちはカーペット付き。ちょっと中途半端かな。まあそんなに足元なんでね気にはならないですけど、まあ、左右非対称っていうのはちょっとねなんか嫌だなっていう気はしますね。OK、 じゃあちょっとねどんなもんかワイルドスピード並みに走れるのかってことなんですけど、まあ、ちょっと試乗してきます。結構足回りは硬いめの感じですね。だいぶ硬いかな、硬さ的にはだいぶ硬さはあります。やっぱりドリフトとかねこの辺するのにはいいかなと思うんですけど、街中ではちょっと硬いねっていう印象ありますね。それとねやっぱり一番気に入らないのはこのねスパルコのシートの腰の高さですね。もうちょっとね沈んでくれないと、まあ、練習感もないですし、こう行き交う車のなんて言うんでしょうね、皆さんの視線はねすごく感じますね。やっぱりね車って乗るのももちろん楽しいですけれど、楽しさって一つじゃないと思うんですよね。所有してるだけでねやっぱり楽しくなるとかね、満足感得られるっていうものだと思いますし、見てるだけでもねやっぱり満足感高いですし、まあ、さっきとね走るっていうことだけがね、車の持つ価値ではないと思うので、いろんな楽しみ方あっていいと思いますよね。映画の中ではね最初ボッコボコになりますけどね、この車全然ボッコボコに一度もなったことが多分ないと思います。まあ、年数経過のね、多少のちっちゃなサビとかはありますけれど、シルビアっていう括りの中ではすごくボディの状態はいい車だと思います。不安感は一切ないですね。なんか大丈夫かなとかそういう不安感は全然ないです。車としての安心感が全然ありますね。少し足回りが硬いのと腰が高いのが、まあ、個人的にはですよ、個人的には少し改善したいかなっていうところですけれど、全然いいんじゃないですかね。一つはねオールペンとかもいいと思うんですよね。あんまりここまで派手なのは嫌だっていうんであればね、オールペンとかでもいいと思うんですよ。まあ、ワイドボディの1年事故なしの37,000キロ、もうそうそうないと思いますんで、ぜひねベースとしても選択肢の一つに入れておいていただければいいんじゃないでしょうか。ありがとうございます。